どうもマグニーです。ほぼ日更新がやってまいりました。気楽でいいです。このほぼ日は本当気楽です。気楽だしね、こう視聴者の方とやり取りができるっていうね、素晴らしい企画ですね。ほぼ日第9回目にしてまだまだ褒めますよ。そういうねメリットをね感じるわけですよ。暑い暑い。でもね、撮影はやっぱ暑い。ご存知ないかもしれませんけど、まあ YouTuber やっていう活動されてる方はご存知かもしれませんけど、結構撮影ってねカロリー使いますね。これ汗だくになってる。というわけで今日のほぼ日更新、まあそこそこ、ネタ量ございますんで一緒に見てまいりましょう。はい、1つ目、 iPhone6S のカメラはセンサー大型化で、暗所撮影への対応に注力か。今回アイサイトカメラね、今のね、画素数はちょっと置いておいて、今後、噂では1200万画素になるというふうに言われてるんですけれども、それプラスイメージセンサーまで大きくなるっていうことは、F 値とか要するに、暗い場所でも、撮影ができるようになるというふうに、いう噂が出ているということでございますね。絞り値も変わる可能性があるとカルトボマックは指摘。 iPhone6 プラスは F 値が 2.2 ですが、他社のスマートフォンのように 1.8 や 1.9 になるかもしれません。夜での撮影本当に苦労しますよね、 iPhone ユーザーの皆さん。これは大きな進化ではないかなというふうに思いますので、まあ期待しておきましょう。で、続きまして、もう iOS8.4.1 今ですね、今のバージョンからバッテリーの持ちが悪くなった時の対処法ということで、結構報告が、たくさんあるようなので、こちらの記事が上がっているみたいなんで、皆様の中にも該当される方いらっしゃるかなと思いまして、改めてご紹介させていただいております。まあとにかく心当たりのある方はぜひこちらの記事ご覧いただければと思います。続きまして、また、次期 iPhone に関する噂でございますが、RAM っていうね、メモリです。要するにメモリ、ずっと1ギガだったんですが、初めは500だったのかな。で、今1ギガが搭載されてて、よくねメモリがリークして iPhone が再起動かかったりとか、白い、画面に Apple マークになったりとかっていうこと、皆さん経験あると思います。あちらが、まあ、2ギガになるんで、多少はマシになるんじゃないかっていうようなお話。これはもうずっともう iPhone ユーザーの皆さんが、メモリをアップすればいいのにって、ずいぶん前から、言われていることなので、これはね、ちょっと嬉しい情報なのかなと思いましてね。とはいえ、確定情報ではないっていうことだけはね、お気をつけください。次期 iPhone に関してはまだね、完璧な情報は、何一つない。ただし、作られているというのは確実。それでね、コメントの方に参りましょう。はい、1つ目。iPhone の着信音のオープニングなどの音源はどのファイルに保存されていますかってことなんですけれどもね、これね、やはりね、iPhone を使っている方はですね、皆さんこういう風に思われると思うんですよ。パソコンが多少触れる方であれば、多分こういう風な考えに至ると思うんです。例えば、iPhone のデフォルトの着信音ですね。デフォルトの着信音を、例えばじゃあ他のものに使いたいなって思う時っていうのがあるかもしれません。なので、このファイルっていうのはどこにあるんだろうっていう風なところです。しかし、Apple は、そういったことを、公には言っていませんし、むしろ iPhone からそういう操作もできません。iTunes を使ってもそういう操作できないんで、Apple 自体はやるなと言ってはいないけど、やるなっていうようなことなんだと思うんで、ここではお伝えすることはできません。はい。しかし、iPhone の中のファイルを Mac でいう Finder、Windows でいう Explorer かなのようにですね、ブラウズできるというね、ものは存在しますんで、そこから探してみるというのも一つの手かもしれません。まあご紹介はできませんよ。はい、続きまして、そう、前回か前々回の動画でお届けしたんですけれども、自分が、YouTube の動画にコメントをして、そのコメントに対して返信が来ました。で、その返信がメールでやってきました。で、そのメールから返信のところに飛ぶと、これ iPhone でね、iPhone でやった場合でね、YouTube のアプリが立ち上がる。そして動画が再生され始めて、自分のコメントがどこに行ったか分かんなくなってしまうけど、どうすればいいでしょうっていう事例がありまして、そちらに関してなんかお答えをね、私もまともな答えは全然できなかったんですけども、こういうふうなお答え。Google ホームの通知から、簡単に返信できると思いますよ。普通にサファリから Google を検索するだけなので楽ちんです。Google プラスを登録した覚えはあるので、未登録の方ができるかどうかはちょっとわからないですが、ちなみに私は iPad 3 を使っているものですということでね、iPad 3 でできれば iPhone でもできます。なので、その Google ホーム、見に行ってみましょう。はい、Google のホームっていうのは、これのことですね。この Google 検索のページですね。これを表示させましょう。で、右上のここですね。これ。Google のお知らせってやつです。YouTube のいつもこの見るトップページね、こちらね、皆さんがいつも、見るページでございますよ。これ、まあ、ウェブで見る人もなかなかいらっしゃらないかもしれませんけど、ウェブで見るとね、こういうページが出てくると思います。で、ここで、まあ、要するにこれですね。
ども、例えばじゃあ僕が誰かからのコメントに返信したときに、その返信したよっていう方がその、そのコメントをしてくれた方に通知が行って、その通知がこれだったとしましょうよ。じゃあこれをクリックすると、はい、もうまさにその場所で返信することができるっていう、ここでコメントに対する返信の返信をさらに返信することが簡単に可能です。では続きまして質問です。一人暮らしでインターネット環境を WiMAX の通信量は無制限のものにしようか迷っています。 220Mbps ってストレスなく起きますでしょうか。インターネットを結構たくさん使います。マグニーさん、このインターネット環境どう思いますか。アドバイスなどお願いしますということでね、WiMAX のね無制限のもの私も使ってますけれども、通信速度には、全然不満はありません。動画も見れます。しかしちょっと重たいものになると見れないっていうことも稀にありますが、大丈夫です。ただし室内にすごく弱い、こちらの方がお住まいの場所がですね、例えばマンションの1階とかちょっと奥ばったところにある部屋とかなら、もしかしたら電波が届かない可能性もありますので、そこだけちょっと下調べというかですねはしておいた方がいいのかもしれません。なんか調べるツールとかあるんでしょうかね。友達の中で WiMAX 持ってらっしゃる方いれば、そちらの、友達を呼んで繋がるかどうかチェックして、そこからでもいいと思います。速度的にはもうほとんど問題ありません。もう一つ注意点が、1日の制限がありますからね、そちらまで注意してもらった方がいいと思います。例えばね、毎日20ギガぐらい使うんだっていう人だったらもう無理、 WiMAX は無制限だったら無理です。家にインターネット回線引っ張りましょう。もしくはまあ何ギガだったかな、3ギガだったかな、1日制限、まあ例えば1日3ギガを超えてしまったらその3日間制限来ちゃいますから、はい、3日間ね、先3日間その日を含めた3日間制限来ちゃいます。今ちょっと変わったのかな、こんなもんでいかがでしょうか。ぜひね下調べしましょう。続きまして、広告ブロックの話ね、iOS 9は広告ブロックがつくよということで、広告ブロックについてなんですけど、ブログを書いてる身としては広告僕はつけてない、今はつけてないけれども、高校卒業したら、つける予定だったので、嫌ですね。広告収入の時代終わっちゃうんでしょうかね。高速化はいいけど広告ブロックをアップルまで作るっていうのはなんかアップルらしくないなってことなんですけれども、こちらねアップルらしくないことなくて、アップルはですね昔からユーザーライクってユーザーが便利だと思ってる方法にどんどん変えていってます。と言いつつアップル自身も広告出してんじゃねえかって話になってくるんですけど、そういう人たちなんですよ、あの人たちね。で今回問題なのは広告ではなくて広告が遅いからなんですね。結構読み込みの遅いもので形成されているものだから、まあそういったところも踏まえて、だから今後は広告は収入がなくなるわけではなくて、広告がもっと読み込みを早いような状態にしていく段階に入った。なので広告がなくなるなんてこと絶対ないですから、大丈夫です。読み込みが遅いからこれアップルがお前ダメだよっていうことでブロックしちゃったわけですよ。もっと早くしろよっていうことを言ってるわけです。早くしてくると思いますよ、 Google ももしくは他の広告会社も。そうしないとですね、やっぱり読み込みが遅かったら広告の意味なくなってしまいますからね。何らかの形で絶対ね新しい広告の形を打ち出すと私は思ってますんで、安心しておりましょう。高校卒業するときにはもしかしたらその新しい広告の形態になっている可能性もございます。はい、続きまして気になったんですが、ウェブロックというアプリで広告を消しても、通信速度に変動ってあるんでしょうか。今回ね、広告ブロックすることによって速度が上がるっていうお話だったじゃないですか。それを今、要するにアップルの機能でこうブロックして速くなるのであれば、アップルの機能ではないけれども、アプリでウェブロックというですね、広告を遮るものがあるんですけど、そちらでやると速くなるんでしょうかってことなんですけれども、そちらに関してはですね、多分、サファリそもそものアルゴリズムは変わっていないので、読み込んでいるんじゃないかと思うんですよ、裏では。ただそのウェブロックというもののプロファイルが広告を表示させないようにしてるだけで、根本的に読み込んでるものと読み込んでないものの差があると思うんです。これもあくまで憶測でございます。私は測る術は今ございませんので、多分変動はないと私は思います。これ変動があればですね、システムをいじってしまっていることになるんじゃないかななんて思うんで、難しいんじゃないかと思います。これがね正解かどうかはちょっと分かりませんけど、あくまで僕の憶測でございます。はい、続きまして、広告ブロック、これ肯定的な意見でございますけれども、広告ブロックは、素晴らしいですね。ミスタップから新しいページ、そしてアップストアっていう流れが鬱陶しかった、おっしゃる通りで、ミスタップがなくなるような形にしていただくとねいいのかなと思うんですけどね。私もブログ運営していますし、そういう広告を否定する立場ではないんですけれども、ちなみに、デスクトップ表示だとどうなるんでしょうかってことなんですけどね、まあ、iPhone でこうサファリ開いてデスクトップ表示にした時に広告がブロックされるのかってことなんですけれども、多分アルゴリズムというかシステム的に言えば、いけるんじゃないかなとも思うんですけどね。こちらに関してはね正式な情報等ございませんので、また曖昧な答えにはなってしまいますけど、多分広告もブロックされると
思っております。はい、続きまして最後、iPod Touch 5なのですが、ネットで YouTube チャンネルの設定などをしようとすると YouTube アプリに飛んでしまって、わかりますよ、チャンネルアートやアナリティクスなどを見たり編集したりできません。 YouTube アプリに飛ばない方法はありますよ。Google アプリあります。Google 検索のアプリなんですね。 G って書いたアプリね。あれでやると、飛ばないようにできますし、現に今僕サファリでも可能ですから、はい、なんとかですね、やる方法はあるんで探してみてください。今一番こう皆様にお勧めしているのは Google の検索アプリで、一度開いてみることですね。で、他のアプリを開かないようにどうにか設定の方を見ていくといいかもしれません。はい、今回ですね、返事が全て曖昧な感じになってしまいましたけれども、皆様いつもコメント、そして、ご意見の方ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。昨日かな、前回にこう LINE アット私個人でやってるってなるとかなりね、追加してくれる方が増えてよかったです。どしどし質問お待ち申し上げておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、本日は以上です。マグニーでした。じゃあね。マグニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。少しでも気に入っていただけたのならですね、下のチャンネル登録ボタン、赤いチャンネル登録ボタンからですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、今後ともマグニーチャンネルの活動の中でいろんなことをしていきたいと思っておる次第でございます。よろしければですね、下のコメントもしくは下の LINE アットのからですね、 LINE アット登録していただいて、リクエスト等ありましたらぜひ、一言お寄せください。というわけで今後も頑張っていきたいと思っております。本日もご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。